はい、バン、まあ、バンっていろんな意味があるんですよ。好きじゃないけど。好きじゃない。なんで好きなの。なんか失礼。 I bummed a cigarette from Gucci。 Hello and welcome。 はい、皆さんこんにちは、大牛とカエルです。まず最初にそのオタク、うん、英語でまあ言い方いろいろあると思うんですけど、うん、よく聞くのは一つ目は nerd、 あとは geek、うん、geek ですね。でこの2つがあるんですけど、うん、違いがあるんですよね。どういう違いがあるんですかね。 nerd は、うん、勉強系、はいはいはい、歴史とか、なるほど、科学とか、うん、なんかそういう系の、うんうんうん、geek は、はい、ゲームとか、うん、動画とかドラマとか、うん、そういう何かそういうものに詳しい人、うんうん、なるほどなるほど、すごい、うん、なんか夢中になってる人、なるほどなるほど。だから nerd の方がちょっと勉強的な感じがするっていうことですね。そう、だいたいそういう違いがある、うんうん、例えばなんかジャニーズっていうのがあるじゃないですか。あ、それにめっちゃハマってる人はギーク、どっちかっていうと。あんまそういう言い方しない。ジャニーズは何？なんかジャニオタって言うんですよ。ああ、そっか。あ、ビッグファンのジャニーズとかなのかな。でも、どうだろう。で、次なんですけど、ドークっていう言葉ですね。D-O-R-K ですね。うん、今はね、うん、なんか、いい意味になってる。なんて言うんだ。かわいい。かわいい感じがするんだ。ドークっていうのが。ではですね、次のワードは、うん、バン。バン。はい、バン。まあ、バンもいろんな意味があるんですよね。うん。彼ら的にはまず、どういう意味が、バンって聞いたら。お尻。お尻。ね、お尻。ね。お尻って、まあ、他にいろいろ言い方あるよね。いっぱいある。うん。いっぱいあるね。いっぱいある。日本語ってあんまないんだけどね。いっぱいあるね。いっぱいある。うん。例えば、これ。butt。butt ね、言うね。butt。うん。うん。bottom。うん。bottom。あの、底っていうのね。そのバーチャン、あー、ね、そのなんかその下下ってことね。だから下、まあ下にあるものだから、うん、バランボタンね。そうそうそう、うん、っていうことね。うん、アスアスなのね。それそれで汚いやつだね。でもちょっと汚いんだけど、うん、どう、あのなんか丁寧さ順にちょっと話してる、ちょっと話ずれちゃうけど、うん、バランバーバランが一番なんか綺麗かな。綺麗、はい、なんか言いたくない感じがする。あのお尻が言いたくない。はい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 。なのでお尻ってちょっと言いたくないから丁寧に言ってる、うんうん。なんかお母さんとかおばあちゃんが言う、おじいちゃんとか言う感じがする。はい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 。なるほどね。ちょっと汚さ避けてるっていう。そう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 。バン。バンは子供っぽいかな。子供っぽい。うん。子供によくボトムかバンを言うと思う。ああなるほどね。お尻って言わないようにバランっていうか。バン。バンっていうか。子供たちもバンってよく言うと思う。ああ、なるほどね。バン、言いやすいし。言いやすいし、バン、ね。発音しやすいよね。そう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 。あとさっきの ass とか。ass。butt はどうですか。 butt が一番一般的かな。うん、確かによく聞くね。うん、butt。ass はちょっと。ass も、友達だったら使うんですけど。友達だったら使うんですけど、うんうんうん、ちょっとまあ、まあ、仲いい人とかじゃないと失礼になっちゃったりするよね。そうだね。うん。急にね、初対面で ass とか言ったら、もう。確かに確かに。ちょっとね、感じだね、多分ね。まあ、使う人はいると思うんだけどね、うんうんうん、初対面で、まあ、こんなお尻について話すとちょっと思わなかったけど。なるほどね、うん、まあそのバン、まあ、お尻って今あると。そうそう、あとちょっとまあちょっと話ずれちゃったけど、他に何かイメージ意味あります？名詞として、名詞として、うん、まあ怠け者、怠け者、うん、怠けてる人、そう、うん、ずっとお尻に座ってるから。なるほどね。そういうこうつながりなのね。なるほどね。多分私適当に言ったけど、あ、まあ、そういう多分まあイメージがあるってことね。あとなんかホームレスって意味でも使われるなんていうのはあるんですけど、まああるね、うん、あるんだけど、私は一応聞く、まあ聞く、うん、私は好きじゃないけど。好きじゃない。好きじゃない。うん、なんでこう好きじゃないっていうか、なんか失礼、うん、うんうんうん、
やね、ちょっと差別的な言い方、差別的な言い方だと思う。うん、このホームレスは怠け者に、うん、じゃないと思う。なるほどね。まあ怠け者って意味があるから、うん、その怠け者って意味からちょっとこうそこからホームレスって意味につながってるところがやっぱあるけどってことね。うんうん、そもそも彼ら的にはホームレス怠けてないっていう。怠けてない。うんうんうん。もう逆だと思うよ。むしろ逆。むしろ逆。ああ、なるほどなるほど。ホームレスの生活は大変じゃない？確かに確かにね。そうだね。怠けて死ぬじゃん。そうだね。怠けて死ぬね。でホームレスってね、なんかその話的にはね、別に怠けたからそうなったんじゃなくてっていう話もしてたよね。大体もうホームレスの人はもう大変な目にあったりとか、うんうんうん、もうメンタルイルネス、はいはいはい、精神的な病気、病気とかある人が多いし。うんうん、LGBT の人は多いし、なるほど、うん、あの DV にあった女性も多いし、ああそうなんだ。だからそういう人たちも怠け者じゃないもんね。確かにね、怠け者じゃないね。LGBT の人はなんでホームレスに？あの両親に捨てられたとか。はあ、そうなんだ。そう、それまだまだまだある。なるほどなるほど。うん、あ、ちょっと偏見まだまだ残ってる。それオーストラリアで。オーストラリアでもあると思うし、世界中でそういうことが、そうそうそう、アメリカとかでも、ああそうなんだ、そう、そういう話をよく聞く、ああそうなんだ、それでホームレスになっちゃうの、捨てられちゃって、そう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 、家を追い出されるっていうこと、そう、そう、もうゲイだからもうここに行っちゃダメとか、そんなに差別がまだまだある。なるほどね。そうそう、あ、だからそういういろんな事情があるからバンっていうのはおかしいと。そうそう、その人の話は知らないから勝手にバムっていうのがもう失礼すぎる。うんうん、なるほどなるほど。ドークとかネルとかギークはその人と話して仲いいから別にいいけど、うんうん、なるほどなるほど。そのホームレスの方の事情なんてわからないしね。うん、うんうん、いろんな事情があるからバムおかしいだってことね。で、カエラ、うん、なんかバムが動詞、うん、で使うって言ってたよね、さっきね。そうそうそう、それを教えてもらってもいいですか。いいよ、うん、ちょ、2つの意味ある。2つの意味が、なるほど。私が知ってる範囲で、うんうんうん、1つが、うん、I bummed a cigarette from Gucci。 なるほど、俺がタバコ吸ってみたい。 Gucci じゃなくて Gucci。 よく間違えられる。そうだよね。まあ、まあ、なるほど。で、これでもらう、うん、もらう、無料でもらうとか、うん、なんかこうちょっと悪い意味で、うん、何もせずにちょっともらいたいだけ。あー、なるほどね。あ、だからやっぱこの怠けてるみたいなイメージはあるんだ。怠けてもただもらうだけみたいな。そう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 、なんか無料でもらいたい。うん、なるほどね。そう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 、バムサムテン、バムサムテン、それでもらっちゃう、うん、ただただもらっちゃうみたいな感じかな。うんうんうん、 Always bumming off me。 いつもいつもなんかこうなんかもらってる、そう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 、いつもなんかただただクレ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 くんみたいな。そうそうそう。He never buys his own cigarettes.、うん、He only bums them. だから絶対買わずにもらうっていう。そう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 。あとはどうですか？なんか2つ目？2つ目。うん、あの、私よく使うんだけど、bum around。bum around。あの、なんていうんだ、時間を潰すみたいな。はい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 。なるほど。キルタイムみたいな。そうそうそう、キルタイムみたいな感じで。I'm gonna bum around downtown、うん、until you're here。 なんか街でブラブラするみたいな感じ。そう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 、そういう感じ。なんか別に何かするわけじゃないけど、うんうんうん、適当に時間潰すみたいな。そうそうそう、何かの前に、なんかこう、うん、時間を潰す。なるほど、そういう動詞の使い方もそうぜひ覚えてほしいですね。よく使うかどうか分かんないけど、私は使う。なるほどなるほど。彼らよく使うってことね。うんうんうん、じゃあ今のがバムの動詞の使い方なんで、皆さんよかったら覚えてみてください。はい、というわけでオタクっていう話から始まってね、うん、まあ nerd、geek の話ね、うん、の違いとか、あとはドーク、これがちょっとまあ可愛い意味あるんだよっていうね、話とか、あとはバムですね。うん、ホームレスっていうそれを訳すのどうなのってね、よくないんじゃないかって話とかね、あとは、動詞の使い方やってきましたね、うん、まあ、非常に勉強になりました、ありがとうございます。いいというわけで、また次回もね、何かこう面白い話があったらシェアしていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time! Bye! Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.